現在新型 C の影響で各社クラウド版のレンタル Wi-Fi が通信障害となったり契約コースを絞ったりと様々な問題が発生しているようです。各社のホームページにある対応状況例を見てみたいと思います。私が使っている富士 Wi-Fi では新規申し込みを中止しています。どんな時も Wi-Fi でも同様ですが、こちらは通信障害があるようです。どんな時も Wi-Fi は契約期間の縛りがありますので、さらに問題が大きくなっているようです。ただ最近になって契約料無料の措置が決まったようです。は限界突破 Wi-Fi ですが、こちらは速度低下障害のようです。1日の通信量無制限とは言えなくなるようです。最近テレビ CM でも放映されているザ・ Wi-Fi ですが、こちらは現在トラブルはないと記載されていますが、今後どうなるか不安ですね。ただこの会社は契約期間の縛りがあるようですね。このような問題の原因などが IT メディアのホームページに記載されています。各社がキャリアから SIM をレンタルしてクラウド化している別会社と契約して運用しているようですが、基本的にはSIM が不足していることが原因のようです。詳細は IT メディアのホームページを見てみてください。では私が契約している富士 Wi-Fi のクラウド SIM 版レンタル Wi-Fi の2020年4月2日現在の通信速度を見てみます。ダウンロード 44Mbps、アップロード 2.6Mbps で問題なく使用できています。